おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回で4回目となりました、このイース4 PC エンジン版。前回ね、リーザを探しに行ったら魔法を奪われてしまい、その後氷漬けになっていた男の子ティムを助けた後に、赤ん坊の賢者エンゾ様に会うところまでやりましたが、今回はその続きとなっておりますね。どんな風に物語が進んでいくのか、それでは早速やっていきましょう。スタート。ではね、その助けた男の子ティムが今どんな様子なのか見に行きましょうか。ワープの魔法は本当に便利だねティムは助かったの？よかった。あ、まだ戻ってきてないのか。なんと、あなたがティムを助けてくれたじゃと。ありがとう、剣士殿。二人はまだ戻っておらんが、子供と年寄りじゃ歩くのに時間がかかるのじゃろう。お、あれは。ふう、やっと村に着いたわい。ティム、体の調子はどうじゃ？大丈夫だよ、おじいちゃん。ほら、この通りさ。あれ、なんだか足が動かない。おい、ティム、どうしたんじゃ？おじいちゃん、足が動かないよ。お、なんてことじゃ。ティムの足が石になっておるではないか。きっとさっきの魔物の毒が傷口から入ったんじゃな。この村に医者はおらんし、どうしたらいいんじゃ。なんと、あの魔物が持ってる毒って石になるんだ。アドル、危なかったね。しっかりするんじゃ、ティム。うー、助けて。剣士殿、間に合うかわからんが、どこかに医者がおったら連れてきてくださるのか。また遠慮なく頼んでくんな。まあ、医者と言ったらあの人だよね。では有枝に行こう。自分たちで何とかしようという意志が全く感じられない。おや、アドルさん、何かお役に立てることがありますか？ではフレアと話す。おや、アドル君じゃないか。どうしたんだい？こっちは平和そうですね。リブラの村にそんな子供がいるのか。だが私の足ではリブラの村にいつつけるかわからないよ。そうだ、君はワープの魔法を持っているんだろう。それで私を連れてってくれよ。そうか、そうと決まったら急いでリブラの村に向かおうじゃないか。あ、これ他人が使っても大丈夫なのか。驚いたな、一瞬でついてしまったぞ。お、あそこの子供だな。便利な魔法だね。お医者様を連れてきてくださったか。なんとかなると良いのじゃが。こいつは厄介だな。私の手には負えないよ。そうなの？もうそんなすぐ諦めないで。しかし、まだ希望はある。セルセタの原種だよ。原種さえあれば万能薬エリクサーが作れるんだ。ん？剣士殿、このジェフが子供の頃に湖の近くにある洞窟の話を聞いたことがありますぞ。迷い込んだ村の者がそこで奇妙な花を見たという。ひょっとしてそれがセルセタの原種？ジェフさんの話が本当だとしても、その花が原種であるとは限りませんね。しかし、最後の望みはそれしかない。頼むよ、アドル君、その洞窟に行ってくれないか。わかりました、行きましょう。ありがとう、無理を言ってすまないな。ジェフさん、その洞窟への行き方なんですが、言い伝えじゃから正確な場所はわからんのです。そもそも2年前の異変で泉の形は変わってしまいました。剣士殿の力で探し出してもらうしかありません。なんかもう人任せにも程があるよね。いろんな、ね、人に情報を聞いていこう。見かけない若者だな。このギリアムに何か用か。すごい、なんかあれだね、敵の魔導士感があるね用がないなら出て行ってくれ。あれ、この人なら何か知ってると思ったんだけどな。あとはあなた次第です。船着き場のギリアムに話せば乗り物を貸してくれるでしょう。お願いです、ティムを助けてくだされ。これでいいのか。フラグが足りてなかったんだね。何？ジェフの孫がそんな目に遭っているのか。わかった、あんたにイカダを貸してやろう。村にあった船は全て魔物たちに壊されてしまってな。
残っているのは壊れかけのイカダだけなのだ。ここの泉は魔物がいる上に水の流れも速い。覚悟して出かけるのだぞ。さあ、これでようやく先に進めますね。ではこのイカダに乗って目的の場所に行きましょうか。こんなイカダで大丈夫か。もうどっかから大丈夫だ、問題ないって聞こえてきそうだけど、もうちょっと立派な船ないのかって感じもするよね。さあ、洞窟に入ってきました。なんかちょっとこうスプラッシュマウンテンに乗ってるような気分になるね。ディズニーランドならぬこのイースランドみたいなのができたら、これ絶対乗り物で出るんだろうな。そういうスプラッシュマウンテン系のやつで。なんか思ったよりも敵が襲ってこないですね。おお、いきなり襲ってこないですねって言ったらいきなり来た。やべえ。しかもすげえ強かった。おお、強っ。あんなに強いの。しかもなんか大変なことになってる。この角度で見るなんかこのイースってすごい新鮮だね。そして結局落ちるんかいっていう。大丈夫なの体は。あ、お前はまだ俺たちをつけ回していやがったのか。また出た。しつこいやつだ。無駄なあがきだということがまだ分かっていないようだな。ぶっ殺してやる。すごいタイミングで出会うな。ただ殺すんじゃ面白くないね。こいつにふさわしい死に方を思いついたよ。あ、魔物になった。お前にぴったりの姿だよ。この時間をさまよった挙句にのたれ死ぬがいい。すっごい言い方だな。そこまで恨み買ったかな。そしてあの杖って結局誰でも使えるんだね。お、しかもこれ魔物の状態でも戦闘になるんだね。でも意外と敵はそんなに強くないのに経験値は美味しい。奥の方から話し声が聞こえてくる。そうか、ジークファクトはあそこに。これで月の仮面のありかがはっきりしたな。ブルーだ、行くぞ。急ぎ準備を整えるのだ。承知いたしました、エルディール様。もうなんかは大佐って言ってしまいそう。入浴時の姿が書かれた石板が落ちている。悲しみの石板を手に入れた。お、これはデュレンじゃないか。チケショー、もう少しってところで奴らを見失っちまったぜ。アドロの奴は今頃どこにいるんだろうな。ん、なんだこの魔物は。このデュレン様に近寄るな。さっきはばあさんのミイラに驚かされたってのに、今度は変な魔物が寄ってきやがる。まったく気味の悪い場所だぜ。ばあさんのミイラって言ってたね。ちょっと確認しに行きましょう。お、ここかな。老婆のミイラがうずくまっている。ミイラを調べますか。待ちかねたぞ。変わり果てた姿でもお前が誰かは分かっている。我が名はアリア。今こそお前に最後の伝承を伝えよう。アリアとはまた可愛らしい名前だね。太陽の仮面の力はデファンスとご中心たちの死後もその子孫たちによって受け継がれていった。それから数百年の時が流れた。安寧の続くセルセタにやがて黄昏の時が訪れる。
魔導士ジークファクトの出現である。ジークは圧倒的な軍事力を誇る大国ロムン帝国の力を借り、太陽の仮面を手中にすべく進攻を開始した。デファンスの築いた堅固な城塞都市はいかなる軍勢をもってしても破ることは不可能であるかに思えた。しかし悲劇はこの時始まった。太陽の仮面の唯一の制御装置、月の仮面が魔導士ジークファクトの手に渡ってしまったのだ。ジークは月の仮面を用いて太陽の仮面に悪しき意志を植え付ける作戦を取る。これによって太陽の仮面は次第に暴走を始め、セルセタの地に深刻な危機が訪れる。天変地異、飢餓、疫病、そして魔物の出現。追い詰められたご中心の末裔たちはついに最後の力を発動させる。暴走した太陽の仮面を封印するために都市のすべてを地中深くへと沈めたのである。やがて異常発生した木々が国土のすべてを覆い尽くす。セルセタの大地は広大な樹海に飲み込まれてしまったのである。そこにはかつての繁栄を忍ばせるものは何も残されてはいなかった。我が使命は終わった。さあ行け、悪しき者たちに太陽の仮面の封印を解かせてはならぬ。いや、今のですごい興味深いことがありましたね。まあ、とりあえずまずアイテム手に入れたんで確認しましょうか。希望の宝珠を手に入れた。ジークファクトっていう人物がいましたけども、あれイース1に出てきたダルクファクトだよね。どう見てもまさに謎が謎を呼ぶっていう感じだ。気になるところですけども、まあ、ストーリーの先を見ていきましょう。まずはこれ、ここから脱出して、そして元の姿に戻ることと、あとは今回の目的であるセルセタの原子を手に入れることですよね。まあ、相変わらずこのイースの洞窟マップは簡単なようで意外とややこしいっていう、てか体力やべえなこれ。アイテムシールドにしないとダメだねこれ、パワーじゃなくて。あと23か28は MP だね。やべやばい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 。こっちじゃないこっちじゃない。こっちかこっちか、ここか。あ、なんかあるな。お、セルセタの原種やっと手に入れました。体力がないけどね。また落ちた。今日2回目。大丈夫かな、もうアドルの骨バキバキなんじゃないか。さあ、やっとたどり着いた。青白く澄んだ水が湧き出ている。飲みますか。アドルは聖なる泉の水を飲んだ。体中に神聖な力が満ちていく。いやー危なかった。そして元の姿に戻れましたよ。このセルセタの原子を持ち帰ればティムの毒もきっと治ると思うんですが、その前にここ意外と経験値が美味しいのと、敵も強くなってきたので少しレベル上げをしたいと思います。ではレベルも2つほど上げたので出口に向かっていきましょうか。まあ、さっきの泉でね体力を回復できるんで、ここはレベル上げにすごくいいですね。さあ、ここかな。今にも崩れそうな岩盤の間から光が漏れている。
もう光が漏れてるとなったら、このアイテムのマトックかドギですよね。これでやっと外に出れる。ではワープの魔法で水の村リブラに行きましょう。いや、これでね、元に戻ってくれるといいんですけども。無事だったかね。おお、それこそセルセタの原種。さあ、時間がない。私をアリエダに運んでくれ。こいつを調合しなきゃならんのだ。私は病院に行って薬を調合してみるよ。君も後で来てくれ。ついでなんで、ちょっと村長に話をしていくか。おお、アドルさん、お元気でしたか。レムノスも完全に回復して元気に警備隊の活動をしています。今頃は村の入り口に立っているはずです。声をかけてやってください。村の入り口ってこれか。あ、これ違うか。向こう側の入り口か。やあ、アドル君、僕だよ、レムノスだよ。体の方もすっかり回復して警備隊の仕事をしているよ。確かに僕たち一人一人は無力かもしれない。だけどみんなが協力すれば必ず平和を取り戻せるはずだ。僕はそう信じて絶対に諦めないよ。アドル君、お互いに頑張ろう。なんかアイテムとかくれんのかなって期待しちゃったよ。いやー、困ったよ、調合がうまくいかないんだ。頼りにならんな。ミニアにいるクラーゼの協力があればなんとかなれそうなんだが。ん、君は妙な石板を持っているね。ちょっと私に見せてくれないか。翼を持った女性の絵だ。この文字はイースの古代文字に似てるぞ。ふむ、セルセタにどうしてこんなものが。この石板には何か重要な秘密が隠されているのかもしれないな。ゼビック村のジェババーさんを覚えているかい。覚えていますよ。あのフィーナと一緒にいたおばあさんですよね。あの人ならこの文字を読めるはずだ。石板の内容が分かればこの地を襲っている災いの原因に少しでも近づけるかもしれないぞ。君を連れ回して悪いが、きっと何か手がかりが得られるはずだ。私と一緒にエステリアへ向かおうじゃないか。問答無用で連れてかれる。そしていよいよエステリアですね。確か出港まではまだ時間があるはずだ。まあここで焦っても仕方がない。港で会おう。スタートでね、少しだけ移動はしましたけども、ほとんどねゆっくりできなかったんで、急に兵隊たちがどっかで行っちまってね、商売にならないんだよ。ねえ、あんたちょっと寄っていかないかい。ここはずっと入れなかったバーですね。いらっしゃい、今日だけは特別に入れてやるぜ。兵隊さんたちが言ってたわ。エステリアに行けって命令が下ったんですって。あんな小さな島に何があるっていうのかしら。ここだけの話、兵隊さんもかわいそうだよ。あんな隊長の命令に従わなきゃならないんだからね。なんと敵もエステリアに向かおうとしてるみたいですね。そんな偶然あるかっていう気もするけど。やっぱ戻るときは船で戻らないとダメなんだ。この船はエステリア行きだ。乗るんだな。出航の準備があるから早く船室に降りてくれよ。お、来た来た、そろそろ船が出るよ。ではなんか懐かしい気持ちになるね。そんなに時間が経ってないのに、再びエステリアに行きたいと思います。何気ないこの穂の動きなんかがさ、すごい綺麗だなと思うんですよ。では黄金の都を見つけるためにはその仮面が必要なのだな。その通りにございます。月の仮面さえ手に入れれば黄金の都はあなたのもの。よし、わかった。
ワーグンの兵士を貸してやろう。それとこいつもくれてやる。これは見たこともない材質だわ。これは以前この近くで捕まえた赤毛の剣士が持っていたものだ。どうせどこかで盗んだのだろう。取り上げたのはいいが使いこなせるやつがいなくてな。お前たちの好きにするがいい。ありがたくお受け取りいたします。それではエステリアにはこのガディスを向かわせます。お任せください。必ずや月の仮面を持ち帰ってみせましょう。ん？いい知らせを待っているぞ。今のはクレリア装備じゃないか？わざわざ向こうが持ってきてくれるのかな？取り返すチャンスじゃない？そうなるといいね。そしてようやくエステリアに到着しました。エステリアに着いたぞ。なんとあそこに軍艦が停泊してるぞ。あれはロムン帝国の軍艦に違いない。一体何の目的でこんなところに。とにかく私はクラーゼの病院にいる。くれぐれも注意してくれアドル君。やっぱりエステリアに来るとワクワクするよね。ここの港を抜けてミニアの町に向かいましょう。おーいアドル。あ、これはドギだ。俺だよドギだよ。そこでフレアさんに会ったんだ。それにしても黙っていくなんて水くせえじゃねえか。まあいろんな事情があるんだろうけどな。ここも今は大変な騒ぎなんだ。キースファクトを覚えているか？あいつが行方不明なんだよ。キースファクト確かもともと人間で魔物にされた人だよね。ロムン兵が探したって噂もあるし、どうも嫌な予感がするぜ。とにかく見かけたら教えてくれ。じゃあな。釣れないな。寂しいな。黙って言ったの怒ってんのかな。アドルさん、ご無事でしたか？サラです。無理なお願いをしてしまったことを申し訳なく思っています。闇の一族の存在、私も耳にしたことがあります。だったら言っときなさいよ。そして私の水晶には闇の一族の手の上で踊るロムン兵の姿が。ロムン帝国を手玉に取り、この地を訪れた彼らの狙いは何でしょうか？そこにセルセタとエステリアとのつながりが隠されているはずです。いつものその占いとやらで教えてくださいよ本当に。でここですね。いらっしゃい。ここは武器屋のロゼッティだよ。どうやらまたうちの剣が必要になったようだね。何が欲しいんだい？ではこのフレームソード、その剣には見覚えがあるだろう。破壊力は言うまでもないはずだ。一番ゴールドになるけどいいかい？高いけど買うしかない。では隣のこの防具屋、では防具を。鎧は、あ、鎧はないのか。さて、お、バトルシールド。ついにフレームソードとバトルシールドが手に入りましたよ。鎧がないのがちょっと寂しいね。ロタの木があるところに行ってみろって言ってたね今ね。ではここで治療して MP を回復しておこう。ロダの木のあるところに行ってみろって言うと、ここでイースのフィールドの曲がかからないのがすごい寂しいね。なんかすごい懐かしい。ここの橋もね渡りましたね。ではロダの木があるところというとこの辺ですよ確か。ん？誰かいる。これもしかして。アドルさん、やっと願いは叶いました。この木の下で待っていれば
いつかきっとあなたが来てくれる。そう信じて毎日ここに来ていたんです。あなたを引き止めるつもりなんてありません。元気でいてくれたらそれだけでいいんです。いやリディア、今でもずっとアドルのことをちゃんと思ってくれてるのは嬉しいけど、毎日来てたっていうのはちょっとアドルもそれが嫌であれかな、逃げちゃったのかな。ではここのおばあさんのところに行ってさっきの石板の情報を聞きましょう。おお、久しぶりじゃなアドルさん、元気じゃったか。おや、お前さん妙な石板を持っておるな。ほほう、古代イース文字が書かれておるではないか。どうやら何かの歴史を記したもののようじゃな。あちこちが欠けておるが読んでやろうか。はい、どれ見せるのじゃ。エルディーンに滅びの時が生まれたばかり、二人の幼子は母の手によってドワールの大火に流され新天地を目指し、彼女たちがとなるために物言う意志が導くであろう。物言う意志が仮面の大いなる力によって彼女たちに力を。ここまで読むのが限界じゃな。ふーむ、仮面の大いなる力というのは何のことかさっぱりわからんが、二人の幼子とはイースの女神様のことではあるまいか。いずれにせよ確かめることはできんじゃろう。何にしろ女神様はもうこの世にはおらんのじゃから。廃校に行けば石像を拝むことはできるがな。そういえばこの村の近くの廃校ってイース2の浮遊大陸が落ちてきてイースの中枢とつながったんでしたっけ。確かそうだったはず、間違えてたら申し訳ないですが。アドルさん、いつ戻ったのですか。覚えていますか。ルタジェンマです。覚えてますよ。確か無遊病の人だよね。なんかアドルが捕まった時なぜか牢屋にいたっていう。夜はちゃんと寝ているのにどうも眠くて困りますよ。はあ、そうだ、あなたにこれを差し上げましょう。ある朝起きたらなぜか手に持っていたんです。なんでやった、銀のハーモニカが手に入った。なぜ私がそのハーモニカを持っていたのかどうしても思い出せないのです。でも以前あなたが似たものを持っていた覚えがあったので取っておいたんです。2年も前のことなので記憶も定かではないのですが、あの女神様と関係があったような気がするのですが。あなたがアドルさんですね。私はルタジェンマの妻です。本人は覚えていない様子ですが、夫の無指病はまだ治ってないんだ。この前も朝になったら足を泥だらけにして寝ていたんですよ。怪我でもしないかと心配で。いや、もうくくりつけておいた方がいいよ、どっかに。では廃校に行きましょうか。ここだね。さあ、ここの廃校はもう敵が出ない場所なんですね。安心して歩けるのは嬉しいね。うわー、こんなあったあったこれはでもね、今でもうわ懐かしいっていう気持ちになって嬉しくなるけども、当時だったらさらにそんな気持ちになりますよね。お、宝箱、琥珀の灰を手に入れた。これは確か換金アイテムだったと思いますね。まあお金は十分あるのであんまりいらないって言えばいらないんですけども。めちゃくちゃ広いねここ。これ実際だったらとんでもなく広くて長い距離なんだろうね。わー懐かしいこっから最終決戦に行っちゃうって感じだ。アドルの頭の中にどこから声が響く。
さん、像の前に立ち銀のハーモニカを吹くのです。では銀のハーモニカを吹きましょう。何が起こるんでしょうかね。アドルは脳裏に浮かんだメロディーを静かに吹き始めた。この曲もなんかすごい思い出す。お、これはもしかして。アドルさん、聞こえますか。フィーナだ。私です。イースの女神フィーナです。残念ですが、再会を喜んでいる時間はありません。再びあなたの力が必要なのです。アドルさん、お元気でしたか。レアです。あなたが持っている石板に書かれている通り、私たちは有翼人の王国エルディーンよりこの地にやってきました。あの黒い真珠とともに。樹海の伝承を思い返してください。私たちと同じようにエルディーンを逃れ、太陽の仮面とともにセルセタに渡った有翼人たち。彼らの最後の子孫があのエルディール。彼は今地下深く封印された太陽の仮面を再び呼び覚まそうとしています。そしてその力を引き出すために必要なのが月の仮面なのです。月の仮面は700年前、魔導士ジークファクトの手によってセルセタ王朝より奪われ、彼と共にこのエステリアに渡りました。そしてジークは月の仮面の力を用いてラームを生み出したのです。2年前のラームの復活もその魔力によって生きながらえていた彼の仕業。そう、ジークファクトこそがあのダルクファクトの正体なのです。エルディールたちが必死で探している月の仮面、それを今あなたにお渡しします。隠された扉を見つけるマスクオブアイズ。月の仮面とは実はそのマスクのことなのです。何としてもその仮面だけは守り抜いてください。あ、アドルさん、誰か来ます。おお、月の仮面を手に入れた。まさかこれがあの前回に登場したマスク・オブ・アイズだったとは。やっぱりここにアドルさん大変なんです。ロムン兵たちにリリアさんが連れて行かれたんです。お願いです、助けてください。なんと、とにかくゼビック村に戻ってください。じゃあ行きますか。そしてやっぱりジークファクトはダルクファクト本人だったんですね。まあ見た目がもう同じだからそうかなと思いますけども、まあいよいよなんかこう物語がどんどん動いてきたっていう感じだ。でもその前にまずリリアを助けないと。ここでちょっと情報を集めないといけませんね。ここか。おお、アドルさん、言いにくいことなのですが、私は兵士からあなたへ伝言を命じられているのです。仮面と引き換えに女を返すダームの塔で待っていると。その仮面がどれほどの価値を持つか私には分かりません。しかしリリアさんを救い出せるのはあなた以外にいないのです。ダームの塔、いよいよダームの塔に行くんですね。こうやって前回自分がね冒険した場所にもう一度行くっていうのは本当に嬉しくなってしまう。ここはもう入れないね、さすがに。ダームの塔の入り口はここですね。下から行った方が良かったっけな、上からだっけな。合ってるね。さあここだ。兵士たちに囲まれてリリアさんがこの塔の中に連れて行かれたよ。俺一人では彼女を奪い返すことのできなかった。それが俺の心を締め付けるのだ。さあということでございまして、ここからはね
ダームの塔を攻略していくという感じになりますが、今回はここまでにしたいと思います。次回はね、いよいよこの続きとなりますんで、よかったらご覧くださいね。それではここまで私馬券がお送りいたしました。ではでは、バイバーイ。